オンドルセクです違うか、吉田サラダです。 We love スワローズということで、今日は負けちゃいましたねー。乾杯ですね。初回から高梨投手捕まっちゃって、厳しい試合になりました。昨日あんな劇的な試合だったんでね、今日もその勢いのままいけるかなと思ってたんですけど、やっぱり首位ジャイアンツ強いですね。壁は厚かった。これで 3.5 ゲーム差になっちゃいましたけどね。でもね、巨人との3連戦負け越さなかったっていうだけでね、すごい収穫だと思います。まだまだいい位置につけてますんでね、全然優勝狙えると思うんですよ。そしてですね、僕一ファンの意見としてなんですけども、皆さんどう思われるかわからないんですけども、西田選手、あんだけ調子いいんだから、もうそろそろ固定でもいいんじゃないかなって思うんですけど、皆さんはどう思われますかねえ。やっぱり強打の捕手魅力的じゃないですか。だからね、ちょっと西田選手で固定してみて戦ってみてほしいなーって、一ファンとして、まあ、西田ファンとして、思っております。皆さんどうですかね、古賀選手も育てたい、この機会に育てたい、みたいな気持ちもあるんですけどね、どうなんでしょうか。ちょっと、皆さんの、コメント、楽しみにしております。いつもコメントありがとうございます。全部読ませていただいています。はい、皆さんそれぞれ意見があって、すごく楽しいと思っております。つばめ魂さんも、コメントありがとうございます。つばめ魂さんはね、ヤクルト応援 YouTuber で、生配信とかよくやられてるんでね、皆さん、つばめ魂さんも、見に行ってみてください。じゃあね、西田選手どう思うか、コメント欄にお願いします。ね今日は悔しいね。次からは勝ちましょう。本日は以上です。ゴーゴースワローズ、悔しい。